まあ、プレシーズンでうまくいかないっていうのも分かってましたし、まあ、その中で、まあ、20点差ぐらい開いたところから、まあ、最後勝てたっていうのは僕たちの、まあ、自信にもつながりますし、まあ、その中でたくさん課題もあったんですけど、でも良かったところはまたもっともっと、よくできるように、まあ、チームとして、また一致団結して、頑張りたいと思います。次節沖縄アリーナで、まあ、初めてのプレシーズンになります。でアイトムーさん率いる福井さんなんで、まあ、でいろいろ、まあ、まだプレシーズンなんでお互い試しながらというところはあると思うんですけど、まあ、本当に今ある力しっかり出し切って、でその中で課題が見つかるようなそういうゲームになるように、まあ、お互いいいゲームできるようにしたいんで、はい、ぜひプレシーズン応援してください。よろしくお願いします。